鳥居及び山道広島東照宮は、広島県広島市東区にある神社である。1648年創建、JR 広島駅北側の二葉山中腹にある。西側に広島県神社町、裏手に根光稲荷神社がある。祭神は、東照大根源で、没後50年ごとに通り祭礼という式典が行われる。1945年広島市への、 原子爆弾投下の際にも全開を免れており、現存する被爆建物の一つ。徳川家光は日光東照宮を建立後、初大名に東照宮の造営を進めたため、全国各地に東照宮が創建されていった。広島東照宮もその中の一つである。浅野市広島藩二代藩主、浅野光明は、聖母である正清院が家康の三女であることから、 特に造営に熱心で、昭法3年に東照宮の造営を開始し、慶安元年7月に創建された。明治維新後、しばらく後輩したが、明治末期に再建されている。太平洋戦争当時、南下の山道には東連兵城が広がり、境内には第二本帝国陸軍、第二層軍通信隊の通信兵、約20人が常駐していた。 また空襲の可能性が低い区域のため、民間だけではなく、公共機関の避難所にも指定されていた。ただ、安全性が高いことから疎開しなかったため、車砲もそのまま置いていた。1945年8月6日被爆。ここは爆心地から約 2.10km に位置した。爆風により、建物の瓦や天井が吹き飛び北方に傾き、石像の鳥居が、 あともなく、吹き飛ばされた。熱風によりまず廃電から出火し、水垣や本殿、新メ社へ炎症した。その後も被害が広がりつつあったが、通信兵の手により、さらなる炎症から免れ全焼は回避された。また車砲は大部分が消失した。同日、市内の被爆者が多数避難してきて、大混乱となった。境内なんかに、臨時救護所が設けられ、通信兵や、 陸海軍救護隊や民間の医療救護班によって治療活動が行われ、特に重症者は近くの国前寺へと運ばれた。翌日8月7日には、境内なんかに広島駅前郵便局及び広島鉄道郵便局の仮郵便局が設けられた。上里町の実家で被爆した作家原民喜は7日夜、親族と共に境内の避難所での塾して、 覚書を記し、後日それをもとに小説、夏の花を執筆した。翌年1946年3月頃から、境内を片付け始め、境内の繁昌末材や、市内の不要となった電柱を使って、仮廃所が設けられた。その後、1965年東昇校350年祭を、木に社殿を、再建、1984年に本殿を呼び、 配電などを建て替えた。2008年から2011年にかけて、被爆により傾いたカラモンと抑揚を、文化財建造物保存技術協会の指導のもと、保存修理工事が行われている。全体的に、江戸時代初期の特徴が見られる。以下のものが、広島市の重要文化財に指定されている。また、被爆関連の石踏みがいくつか存在する。 1945年米軍作成の広島市地図。広島ステージョン西側を北へ、まっすぐ伸びる、道の終点に、当初、グーがあった。円光橋は、広島駅の真南にある。かつて、円光橋東詰めの西国街道との交点から、ここの鳥居までの山道筋には、約500メートル規模の並木が存在した。まず、 慶長元年神社総建寺に参道には松が植えられた。この松並木は枯れたことにより、西国街道側1、3が松残り二3の神社までが桜並木となった。この松並木は東松原と呼ばれ現在の南区松原町の由来である。ちなみに参道筋から街道筋へと松並木は続き、街道筋の並木は別に、 色は松原と呼ばれた。この桜及び松並木は江戸時代の天明年間の地図に記載されており、戦前の絵葉書にも登場している。参勤交代の際に、この東照宮に参拝した大名が通っている。第二次世界大戦終戦まで存在していたものの、被爆により全滅した。現在は道路改良により道筋自体が変わっている。ありがとうございます。